つもですね、議員のロビー活動を指導してくれてます三田さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今日もまたお疲れ様です。昨日国会前に行かれた方も本当にお疲れ様でした。傍聴された方もお疲れ様でした。つまみ出されちゃった方もお疲れ様でした。はい、ですね、今の方がおっしゃった通りだと思います。最終的には国会議員の両親、リベラル派隠れているらしいです。我々の行為で掘り出しましょう。で、もういろいろありとあらゆる手を尽くしてですね、国会議員、特に自民党、公明党、みんなの党、でみんなの党はもうクーデターだと、みんなの党出て、しかもね、こっそりブログで書くとかつぶやくとかそういうんじゃなくて、派手にクーデターを起こしましょうと、もう渡辺芳美さんを見捨てて、みんなの党の良識派の議員で新しい党を作ったらどうですかぐらいの勢いに行きましょう。でね、皆さん、私たちのこの熱い声もすごく重要ですし、あともう一つ重要なのは何をどうやって誰に伝えるかだと思うんですね。で、私たちが相手にしなくちゃならない自民党、公明党、みんなの党という党に聞くかもしれない一つの情報、これ多くの人が知っていると思いますが、アメリカの NSC の元高官のハルベリンさんという方が時事通信のインタビューに答えて、あるいはジャパンタイムズにも載っているみたいなんですが、この秘密保護法案ひどい、なんかジャパンタイムズにはさらに強烈に、私が今まで見た中で最悪の法案であるって語ったらしいです。で、この時事通信の記事を見るとなかなかもっともなこと言ってるんですね。この方自身はなんか沖縄の密約に絡んだひょっとしたら悪い人かもしれないんですが、言ってることはなかなかよくて、今の日本の状況に即して、とにかくこういった類のね、国家機密を守るための法律っていうのは、秘密の範囲を非常に狭く、かつ緻密に定義しなくちゃいけないのになっちゃない。で、それがもう一つ言ってるのはですね、要はその秘密を告発、社会正義のために秘密を告発する人のためのその保護というものが必要であるのに、それが全然ない。あとはですね、スピードがあまりに速すぎる。で、なんか南アフリカで同じような状況があったそうなんです。で、その時に政府が拙速に通そうとしたら、すごい反対運動が巻き起こって、で、南アフリカでは数年かけて今支援しているそうなんですね。で、南アフリカって非常に民主主義的な問題がある国だと思うんですね。でも、その南アフリカにも全然日本政府は今劣っていますよね。日本の強行採決、あれは本当に、これが民主主義かと時事通信は報じていました。本当にその通りだと思いました。もう見ていて、もう本当に情けなかったですね。ただね、それは私たちの思いだけじゃないんです。手玉を見て、これはどうなんだって思ってる人いっぱいいると思うんです。で、政治家にもそういう人はいると思うので、そのちょっとね、尺なんだけど、本当は私たちのこう信念をバンって喋りたいんですが、一応ね、自民党に話すときは、この例えば NSC の高官のハルベリンさんの引用してみたりとか、国連のね、人権理事会の理事、特別報告者の方が出している声明なんかを出したり、とにかく国民が反対している、世界が懸念を表明している、福島の公聴会で7人の方々が全員反対の意見を述べたのに、その意見が全然検討されなかった。その日のうちに、委員会で、修正案が示され、翌日2時間ぐらい審議しただけで強行採決、これは民主主義かって、そういうことですよね。していけたらと思いました。で、それから先ほど喋られた政治家になると、総理になるとおっしゃっていた方がおっしゃったように、マスコミへの働き方もすごい重要だと思います。テレビ局ですね、テレビ局に放映させましょう。で、それからもう一つ、やることいっぱいありすぎなんですが、地方議員、地方の皆さんの身近にいる市議会議員ですとか県議会議員に反対の声を上げていただきましょう。すでに福島県議会は、10月9日から非常に素晴らしい意見書を採択してるんです。で、この内容本当に読んでみてください。
県議会秘密保護法とか検索すると出てきますので、非常に素晴らしいです。これ誰が書いたのかと思うぐらい素晴らしいので、これを、福島選出の国会議員に送る、で地元でも地元メディアに報道させて、それをその地域選出の国会議員に見せるということで、国会議員をあらゆる手を使って動かしていきましょう。で明日も議員回りやります。もう石を水でうがつかごとく、なんか過剰攻撃でいろんな人が行った方がいいと思うんです、ね、勢いのいい人が行ったり、すごくちょっと保守的で理屈が上手な人が行ったりとか、すごいなんかいろんな情熱的な人が行ったりとか、その人の地元の人が行くのが一番いいと思うんですが、で来週、明日は3時からです。皆さん来てください。昼間動ける人がいました。3時から参議院議員会館のロビーで、来週、全国からですね、特に原発関係 の, ことをやっている強者がですね、水曜結集2時かなとするといい決まりですかね。多分水曜日に全国集会やります。で全国のみんなと皆さんと共に国会議員を回りたいと思います。手遅れにならないといいと思います。今日ね、ごめんなさい、最後に一つ今日聞いた話なんですが、与党はやる気満々なんです。今日も参議院の本会議にもすでに説明を終わり、そしてですね、今日その、国家安全保障委員会の国家安全保障に関する委員会 の, その理事会が開かれたそうなんですが、そこでもう野党の言うことを聞かず、もう すぐに明日も委員会始めてしまうそうなんですね。で明日びっちり7時間審議するそうなんですが、とにかく採決を急いでると思うんです。この勢いを少しでも止める、きちんとした審議、中央および地方での公聴会を求める、参考人質疑をやる、場合によってはその NSC の高官とか呼んできてちゃんと質疑をやらせる、それをメディアに報道させる、そういうことが必要だと思っています。絶対